兵庫ユニバーサル社会づくり推進大会を開催いたします。ユニバーサル社会を作ろうです。これは性別や年齢や障害の程度や あらゆる社会的な困難を乗り越えて、みんなが自立できる自分の能力の応じた活躍ができる社会を目指そうというのがユニバーサル社会づくりでございます。誰もが安心して暮らし元気に活動できる社会の実現に向けて様々な取り組みを進めてまいりました。先ほど伊佐知事の方からご説明いただきましたけれども、取り組みの基本目標は人、物、情報、町、参加の5つの基本目標ごとに具体的な事例を掲げながら取り組みの基本方法を示しているところであります。それにつきまして今年度以下の事業を展開しようと考えております。まず1つでございますけれども、それではみんなの声かけ運動応援協定の締結を行います。団体の代表の方は前へお並びください。みんなの声かけ運動応援協定、誰もが安心して暮らし元気に活動できるユニバーサル社会の実現により、支え合いながら共に生きる、兵庫県知事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。平成25年1月31日、兵庫県知事、ありがとうございます。これからもご活躍をありがとうございます。私自身が、実際視覚障害になったのが、平成8年でして、その後ですね、いろんな活動を通じて、自分自身頭を打ったこともたくさんありまして、そういうことが今後の視覚障害者の方が、少しでもそういった痛い目に遭わないようにっていうんですかね、情報を知らないがために、いろいろな制度が受けれないとか、そういったことも多々ありまして、ですから一応視覚障害者が、より暮らしやすい環境づくりっていうのを、目指して、活動してきた、そういったところが今回評価されたというのが、大変嬉しく思っています。本日は生きる勇気をありがとうをテーマにご講演いただきます。それでは清水様よろしくお願いいたします。今の医学では治すことができません。一生寝たきりの生活になりますと、そう言われました。その時私は19歳でした。人の心のバリアフリー、そういうことも進めていただければ障害者にとって住みやすい国になるんじゃないかなと私はそう思っています。長くなりましたが、これで私の講演は終わります。本日は本当にありがとうございました。